はい、こんにちは、せいじです。今日はですね、ワンオンアールスマイル、こちらのですね、カタログ、先行カタログをね、入手できましたので、こちらもね、皆さんと一緒にね、見ていこうと思います。以前の、モデルはですね、こちらですね、プルススズちゃん、こちらも素敵なんですけど、こちらはですね、生産が終了となっても残ってる車のみとなっていくそうです。そして今年中にね、店頭に並んでいくと思われます。こちらがですね、新しいワゴンアールスマイルですね。色も新色になってますね。トープグレージュメタリック下ですね。上はソフトベージュメタリック、こちらはね、ツートンルーフとなります。そしてインテリアはね、このようになっております。落ち着きのあるね、色合いで、ボディカラーによってですね、2種類用意されているようですね。こちらはリフレクショングレーとカッパーゴールドというね、組み合わせのようですね。この辺がね、リフレクショングレーなんでしょうね。そして室内はね、このような形になっておりますね。そして何といってもですね、ここですね、9インチのね、全方位ナビ、スズキコネクト対応のものがね、入るようになります。こちらですね、大画面でですね、操作しやすいと、見やすくてですね、ディスプレイナビにもなっていますので、 Apple CarPlay とかですね、 Google ナビとこう連携することができます。とてもね、使い勝手のいいナビで、大型でとても見やすくなりますね。9インチの全方位ナビをつけますと、バックで車を止める際、このようにね、モニターに行くことができます。これか、その前の方に出てもらえれば、もうちょっと向こうがいいですか。そっか、バックカメラの様子も撮りたいです。あ、なるほど、バックカメラ、はい、今ね、これスマイルですね。今ちょうど良かったですね、はい、あ、なるほど、こういう風に前向きでも止められますし、はい、前向きで止めながらもこうできますしね、後ろでこう、うん、バックでね、止めていくのにもすごく便利ですよ、これ ね、うん、上にカメラついてるみたい、はい、バックです、これ、はい、こんな感じで、ピッピッピッってね、これ以上近づくと教えてくれますし、うんうんうん、はい、そして何といってもここですよね、電動パーキングプラスブレーキホールドシステムが入りますので、もう信号待ち停車中ですね、ブレーキペダルに足を踏み続けなくても停車を保持することができるという機能が搭載されます。すごく運転がね、快適になりますよね。とても楽しみなね、こう車となりますね。ブレーキホールドシステム搭載車両ですと、停車時このようになります、はい、ブレーキホールドシステムをオンにしておきましたので、スタート時にですね、ここですね、で今ブレーキに足を乗せてなくても信号待ちの間待ってられます。とても楽ですね、これはね。今足元離してるんですね。はい、そうなんです。はい、楽ですよね、楽でいいですね、これ。そして次のページ行きますと、このようになっております。一番上のグレードがですね、ハイブリッド X です。そして主要な装備はですね、やはりデュアルセンサーブレーキサポート2に変更されているということですよね。そしてアダプティブクルーズコントロール、全車速追従システムと停車保持機能が追加と、あとは車線を維持、支援する機能、レーンコントロールキープですね。これも全車速で対応してますので、全車速レーンコントロールキープができて、とても便利ですね。道路のど真ん中をハンドルをね、こう舵を切ってくれます。スペーシアカスタムとかから付き始まったんですけれども、スペーシアがフルモデルチェンジして、それと同じ機能がね、こちらにもついてくるということですよね。そして先ほど申し上げました、電動パーキングブレーキプラスブレーキホールドと、あとは助手席にもね、シートヒーターが 2WD 車には追加されるということです。そういったところですよね。とてもね、いいと思いますね。そしてこちらはハイブリッド S という形ですね、はい、そしてツートンカラーがやはりですね、このようにトップグレージュが下でね、上がソフトベージュネタと、そして下が入れ替わってソフトベージュと上がトップグレージュというようなね、新色がツートンでね、増えておりますね。こちらにもね、オフブルメタとね、
ガンベタのツートンとか、あとさらに新色がこちらですね、インディゴブルーメタとソフトベージュメタリックのツートンとかね、色合いがね変わってきて楽しみですよね。そしてそのボディカラーを選ぶことによって内装が変わってくるということですね。こちらです、ね、ボディカラーはこのように、ボディカラーを選ぶ、このような色を選ぶとリフレクショングレーとカッパーゴールド、そしてボディカラーこちらね、ブルー系を選ぶとモスブルー&シルバーというような形になるということですね。そしてホイールキャップもですね、このようにですね、色合いがこうツートンになっているんですが、以前のモデルとはちょっとね色合いが違います。はっきりとしたね色合いになってますね。このような形ですね。で、先ほどのページ戻りますと、ここヘッドアップディスプレイこれありますね。これはメーカーオプションで付けられるようですね。で、こういう装備を見ますと、ほぼですね、もうスペーシアカスタムと、もうここの装備はですね、もう同等となってますね。もうフル装備にすれば。はい。すごいですね、これね。ここが、あれですね、シートヒーター、運転席、助手席で、そしてこちらは、USB ソケット A タイプ C タイプかなというふうになってます。とてもいいですね。はい、これは楽しみなね車になりますね。そしてこちらですね、キュートスタイル、自分だけのスタイルを楽しもうということで、ルーフと合わせたソフトベージュコーディネート、ツートンルーフですね、ツートンルーフと、そういったこう可愛らしいねこうコーディネートがこうできるということですね。アクセサリーもこれから充実してくるのではないかと思いますね。楽しみですね。先ほど言っていたツートーンがこれですよね。この新色のツートーンというのかな。それがこれになると。そしてスズキコネクトは3年間無料と。3年以降は550円ということですね。もしもの時の緊急通報ボタンと。あとはスマホで、アプリで車にエアコンをね、かけておいて、冷やしておいたり、温めておいたりとか、まあ、この駐車位置を確認するとか、スマホでできたり、あとは車両情報、燃費とかもね、スマホから見ることができます。とても便利ですよね。楽しみですね、これは。今年12月頃でしょうかね、店頭に並ぶのは。先進技術もね、スペーシアカスタムと同等となりました。これは楽しみです。それでは失礼します。チャンネル登録よろしくお願いします。